さて、前回はこの城塞の門っていうレストポイントに来たところからで終わったのかな。まあ、そっから続きからだね。これ久しぶりにやるとな、ちょっと操作方法が おぼつかないんだよな。なんか道3箇所あるから、とりあえず左側のルートから行ってみようかな。水があるな。水場はあんまり好きじゃないが。出た、消えるカラス。消えるカラス厄介だな。しかも透明の時クレハンってないのか、こいつら。え、なんか、変なガーゴイルみたいなの出てきたんだけど。なんだあいつ。変なのがまた出てきてしもて。いやだ。これ水中のやつと戦うのだるいんよな。めっちゃなんか樽落ちてたけど、アイテムしょぼくね。しかも下続きないんかい。まあ上のルート行きましょうか。またこいつか。魚神族。ああ。ホーミング弾が。痛すぎ。痛すぎ。死ぬの早すぎ。せっかくなんでシルバー使ってみますか。ほい、ほい、ほい、ほい。シルバー使うとちょっと水浮くんだが。ほい、ほい、ほい。攻撃範囲狭くねえか、こいつ。こいつ、槍を突くことしかできんのか。槍を投げ払え。レベルアップ。お、なんか、すごい場所に来た。お、あ、ボスか。中ボスなら慣れ果ての衛兵。なるほど。ほい、ほい、ほい、ほい。いた、いた、待って、死ぬ、死ぬ、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い、痛い、痛い。うい、痛い。これ必殺技使っとく？せっかくだから。外していくんですね、これ。死にかけなんですね。こいつしっかり槍をぶんます。範囲攻撃を持っとる。てか、それ槍なの？剣な、剣、剣か。剣だな。槍じゃないな。よく見たら。まあでもこいつ、体力低いし、そんなに強くはないな。さすがに、雑魚ボスというか中ボス感がある。ほい、ほい。終わり。もう、疲れた。疲れたらしいよ、衛兵さん。慣れ果ての衛兵、まっすぐ隠し、前方の敵を剣で貫いていく。城塞の防衛戦の後に双子城塞に配属された兵士たちはみんな、異端の魔術師たちから身体能力を高めるという薬を渡されていた。血の雨の降った後、薬を飲んだ兵士たちは翼の生えた異様な獲物へ姿を変えた。なるほどね。え、何この壁、気持ち悪くない？あ、しかも登れないんだ。まあ、右下の通路に行ってみますかな。おっ、双子城塞。めっちゃ火の粉みたいな飛び散ってるけど。このレバーは？え？あ、これか。このエレベーターか。なんかまた変なのがおる。斧投げる？やめて！これは、こうか。え？上も横もいけないな。めっちゃ BGM 悲しこれ羽ですれ違うときもなんかダメージ与えてる？もしかして。あ、上入力入ってしまってる。もったいない。いいけど、まあいいでしょう、別に。そんな使う場面ないんで。上行けそうだけど、先に下見とく？おい、痛い、びっくりした。あ、ここ最初に通ったあの場所か。だからここどっかレバーがあって、ショートカットできるのでしょう。はい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 。で、まあ別に下行くあれはないから、そのまま上進むか。光がき、なんか俺なんか俺なんか、ガーゴイル君早速お出迎え。ガーゴイル落ちてった。レバーがあったから、これであの右側のアイテム取りに行けるっぽいね。待ち構えている。行った。攻撃が広くね、お前。修正案件やって。お守りのかけら、ありがてえ。ぶっ壊して。え、こっち、あ、これ、雪はいつ止むのだろうな。悲しいね。
おっと、なんかまたド派手なのが飛んどる。なんだ、戦わない系か。横から行ってみるか。え、やばいやばいやば、2体おる。しかもホーミング弾、ホーミングしすぎだよ。いったいったいった、やばすぎるな、ダメージ。届かないな。あいつら何、え、あれ、それ何、 AI がバカなの、それともそういう設定なの。危ない、回復つきちゃったか。一匹やれて、え、これやばいなこいつ。あー、2匹とかなんとかやれたか。こっちも進むっぽいな。一応下も開けるだけ開けとくか、道を。え、落下、あ、え、あ、え、あ、レストポイントか、助かるぜ。なんか落ちてる。血塗られた主義に10日目、泉の白巫女も随分と疲弊している。彼女が倒れてしまってはおしまいだろう。15日目、それに獲物を退けたとして、その後どうする。家族は今の俺の姿を見てどう思うだろうか。不死のこれでは俺自身が獲物のようなものじゃないか。獲物になされちゃったんですね。死の雨、ここでは雪に変わっているが、それが降るまでは獲物はこの砦で食い止めていたのだろう。まあここが防衛戦だったんですね。この横向きの、これなんか落ちてる。城壁に貼られた紙片。この先、騎士ウルブの部屋、気性が荒く意思疎通が難しいため、むやみに近寄らないこと、用事があるもの騎士長へ。なるほど、暴走しちゃった系のあれか。え、なんかすごいのおる。やっとく。おっと、ただものじゃない。回復しとこ。正面全部ガード。ほい、ちょ、あぶれ、めっちゃダッシュしてくるじゃん、怖っ。なかなか面白いモンスターいたもんだ。え、弱っ弱っ。そんだけ上いけるか。いけるな、行ってみるか。お、とりあえずレバー、え、何それ、何それ、やばいっす、やばい、やばすぎ、やばすぎ。怖すぎだろ、あの今の敵。痛い、範囲広すぎ。ダメージも結構えげつないんだが。え、それ当たってないの、なんで。痛い、閉じ込められるしよ。魂の残滓があるだけでござんすよ。でもこのエリアは全てのアイテム一応回収し終わったのっぽいな。おっと、またレストポイントか。レストポイント多いね、ありがたい。待って、なんかあったわ、先に拾っとこう。ヘニールの手記さん、妹は死ぬ間際まで笑顔だった。ユーリウスが生まれた時、今度こそこの子普通に生きてほしいと愛おしそうにユーリウスを抱き、私に託した。暗部の表に背き、これからユーリウスを育てていくことになるが、もう決めたことだ。未来は自分自身が決められるよう、私も力を尽くそうと思う。なんか国の暗部の掟って、なんかまあ国の掟的なあれだろうな。で、ここ中に入って倒さんといかんから、やれる。オッケー、よかったよかった。ですよね。急になんかゼルダみたいな仕掛けが入ってきたじゃないの。オッケーオッケー。ここ開けて技も取って、久しぶりに見たなこの赤い花。してあのドラゴンくんが2匹か。いった、ダメージバカじゃない、ダメージバカじゃない。嘘でしょ、いった、持続が長いな。逃げて逃げて、片方でもやれればまだ OK。 片方でやれたのでかい。
逃げて、あ、危ない危ない。ホーミングダンダーまで。オッケーオッケー。いや、なんとか乗り越えたな。下に参りますなのか。あ、ショートカット開いて。魔術師から渡された霊薬を飲んだ後は覚えていない。ああ、まあ、薬飲んで無理やりさせられちゃったよーっていうパターンね。え、なんだこれ。リコリースの指輪、扇ゲージが一つ増加する。巫女と魂は戦地に舞う切り裂く巫女リコリース。得意の騎士が解読した古い文字が刻まれている指輪、魔主とゴロブジさんに見つかった古い戦利品の一つ、長い時間を経て、汚れの中にあっても腐食することはない。なるほどね。ここで壊せんのか。そしてなんか落ちてる。血塗られた手記さん、違う、20日目。王や騎士長は不死になっても意識は持つと言っていた。嘘だったのか。思うように動けない。でも意識はちゃんとある。嫌な状態だな。で、これ下が行けますよと。右は、ここのショートカットか。はい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 。そしてなんか落ちてる。石碑に刻まれた文字。騎士ゲルロッドは風の忍び子と共に戦った仲間たちの追悼のために建立する。彼らが勇敢に戦い、この地の獲物を移送したことで双子城塞を築くことができた。これより先、獲物の領域より来たる獲物の進行を防ぐ大きな功績となるだろう。ほえほい。え、あの宝物どうやって取るんですか。いや、あれ手に入んねえな、まだ。なんかまだ必要だな。お、魔導の鎖ありがたい。そんな大してつけるもんもないけど、あ、壊すの、この、貫通してくるやんけ。西の竜の爪、空中で発生した攻撃で当たるダメージが少し増加する。それめっちゃいいじゃん。それめっちゃいいじゃん。超いるよ、超いる。お？レストポイント。あ、しかも何もない。ほう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 。まあ、ちょうどいい装備と回復をね。竜の爪はスロット2か、どれか外さないといかんな。これか。まあいいでしょう。エレベーターで上へ参りまーす。こんなところに花畑が。結構怖いけどな、この赤い花。お？あの騎士は。あ、ボスか。あ、狂い騎士ウルブ。あ、これがあれか。なんか、狂っちまったよって。ああ、怖い怖い怖い。腕、爪つけてんの？かっこいいね。いやー、結構素早いな。いやー、なんかこれ、ブレイブルーのタオカクを思い出すな、こいつ。タオカクだっけ？あー、獣族のやつ。あ、衝撃が広範囲。やばいな。そして体力結構硬いな。しかも割と動きがな、なんかめちゃくちゃ速いから。おっと、強化状態か。早くね。え、遠距離攻撃。いやー、音楽が幻想的に。あっ、つね、疲れてる。あ、てか、あれか、シールドブレイクしてるわ。やらかしたぜ。痛い。おっと、その衝撃波やばいな。いや、これ無理だ。こいつの攻撃ちょっと見切れないから、騎士使えない。危ない。待って、それやばい。危ない。その遠距離攻撃、やばくないですか？あ。ふっ。痛い。痛い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 、やばい。いった、食らっちまった。ダメージだけ。え、さらに強化状態、今効かない。痛い。え、おお、怖すぎ。これやばいか。12衝撃波。12衝撃波ね。 OK、ちょっと倒せそうなんだが、
避けて避けて、あと一撃だったのに。いや、そろそろ勝てそうな雰囲気を醸し出している。いや、めっちゃ無駄にした弾。そろそろ勝てそう。とりあえずこの序盤で体力減らしたくない。ふい、回避よりパリの方がいいか。いや、ダメだな、通常攻撃だと。嫌だ、その壁はめやめて。オッケー、そろそろ携帯変化ね。回復一回使っちゃったけど、ほい、一回ほい、避けて一発ダウン入って、必殺技使っといて、一発二発一回返して、衝撃波一発返して、必殺技、あー避けられたけどダメージ入る、オッケー、一発一発終わり、衝撃波一発返す。さあ第三形態、回復は二個残ってる。痛い。これな、こんぐらいの間合いかなって判断してる時にはもう食らうんだよな。一発二発返して、長期派一発返す暇がない。 OKOKOK DA 避けて、 DA 避けて一発返して回復しとこう。オッケー、避けれた、でかいでかい、見守りは避けれたのでかい。これそのままやりきるぜ、やりきる、やか、よかったー。結構でも余裕あって殺したな。やっぱ大き、あの必殺技避けれたのでかい。いや、めちゃくちゃ時間かかったよ。何回やった、花花畑を彼女に。マジで30回か50回ぐらいリトライしたんじゃないかな、これ。クソ疲れたよ。城塞の戦いはこれまでの戦いで一番長くて過酷だった。獲物の大群を倒し国を守れたが、横の物は一人もいない。不死の体になった俺たちももう獲物と同じ。戦場で死ぬことだけを考えてきた俺は死ぬことができない体になった。周り見ると雪が降る地に花畑が広がっていた。花の名前を教えてくれたのは泉の白猫だった。雪が降る中で花咲くの、戦いしか知らなかった俺に泉の白の子はたくさんのことを教えてくれた。長く人と話をしたことがない俺はうまく言葉を伝えることができない。悔しがる俺を泉の白猫は笑ったが嫌な気はしなかった。戦いが終わってしまえば会うことはもうないかもしれない。きっとない方がいいんだろう。泉の白身がこの花畑が好きだと言った。もしまた会う時に花畑が残っていれば少しは喜ぶだろうか。あ、だからこいつここにいて花畑を守ってたの、そういうこと。ええ話やん。狂い騎士ウルブ、大詰めによる素早い二連攻撃を行う長押しでチャージが可能。えぐるように連続ダメージを与えたと強烈な引き抜き攻撃に変化するが隙は大きい。所属する騎士団にも恐れられ、狂い騎士と異名を持つウルブは、城塞の防衛戦の後、戦うことを忘れたかのように静かになり、雪の花の園を育て守り続けた。あー、いい話やん。アクション、狂い騎士の結相、空中時壁に向かって方向機。狂い騎士ウルブの大詰めで壁に捕まることができるようになる。壁に捕まった状態からさらにジャンプを行うこともできる。え？え？すご。壁登れるようになったか、ついに。お前が守ったこの花畑、けがりに染まっているが、それでも私は美しいと思う。黒騎士絶妙に優しいよな。これめっちゃ楽じゃん。あの騎士に守れていたのか。あー、助かる。城塞の白巫女の手紙、ここでの暮らしは寒いのがちょっと辛いけど、薄暗い実験室よりはずっとマシです。ウルブっていう大人町もできました。あまり出歩くのはダメみたいで、
ユリウスさんの言いつけは守ってます。他の逃げ出したみんなは元気にしてるのかなってお手紙をくれたらいいのに。これがその練習です。悲しいな。これめちゃくちゃなんかいろんなとこ行くの楽になったんじゃない？助かるわ。ウルブさん、いや、いい話やな。俺バカだからわかんねえけどよみたいなスタイルでしょ